それでは結果発表です。ギザビさんが途中棄権となりましたので、浦部さんと中島さんの勝負でございますが、今回は中島さんの勝利ということで問題なさそうですな。うん、ナオミの勝ち。ボーナスポイント100点。やったね、ナオミ。うん、ありがとう、聖子のおかげだよ。くっ、料理自体は間違いなく私の方が上だったのに。それではいよいよ最終戦、中島さんと浦部さんの一騎打ちとなります。なんとかここまで来たよ。でもちょっと引っかかるな。この世界では幸子って何でもできるのよね。だから今回みたいにどんな食材でも出せるわけで、だったら最初から一番美味しい料理を出せばよかったんじゃないの。勝負なんかしてるんだろう。本当にただ面白いか。さて皆様、最終戦に入る前にここまで幾多の戦いを勝ち抜いてきたお二人に盛大な拍手を。すげえすげえよ、浦部さん。ゆうやの仇をお願い。それ私のせいじゃないよ。頑張れナオミ、あとちょっとだぞ。ナオミ愛してる。なんかどんどん大事になってきちゃってる気がするわ。しかし言うなればこれからが本当の勝負。今までのものはお膳立てされた前儀に過ぎません。最後はお互いの持つ知識と技術、そして感性の全てを持って調理に挑んでくださいませ。それでは最終戦で作っていただく料理ですが、幸子様より発表していただきます。うん、難しいものじゃありませんように。何でもいいよ。え、幸子様、それはどういう。だから何でもいいって言ってるでしょ。美味しければどんな料理でもいいよ。お母さんが晩ご飯何がいいか聞いて一番困る答えだ。かしこまりました。はい、それでは皆様お聞きの通り、最終戦の料理は自由。何でもいい？困ったわね。制限時間とか手伝う人も適当でいいし、いくつ持ってきてもいいよ。その代わりつまんなくなったら幸子帰っちゃうからね。なるほど、すべては料理人の自主性に任せるというわけですな。さすが幸子様ですわい。それでは早速調理にかかっていただきますかな。クッキングファイトレディーゴー。ナミ、俺にも手伝わせてくれ。私も今度はエミちゃんのところ調べてきちゃう。二人ともありがとう。でも本当に何を作ったらいいのかわからないんだよね。私が作れて幸子が好きそうなのね。とりあえず今までの傾向から見て、ナオミの方向性はそんなにずれちゃいないと思うんだ。ナオミが作る料理はどれも家庭的でみんな好きな味だと思うよ。でもやっぱりパッとしないっていうか地味っていうか。浦
ナビさんの作るすごい料理にはかなう気がしないんだよね。確かにあの子の作る料理ってびっくりするほどうまいんだよな。材料も珍しいものばっかりでさ。藤田くん、なんで敵を褒めてんの？ごめん、でも本当にすごいなって。だよね、私にはあんなに凝った料理なんか作れないし。それでいいじゃん。料理で大事なのはおもてなしの心だっておばあちゃんが言ってたもの。ナオミはナオミができる精一杯をすればいいんだよ。聖子、それにほら、幸子さんの気まぐれでいつお開きになっちゃうかわかんないんだから。悩んでるぐらいならどんどん作って持ってってみようよ。うん、そうだね、私やってみる。よし、そうと決まれば頑張ろう。おー、ありがとう聖子。いつも聖子はこうやって私の背中を押してくれるよね。それじゃ最初は何作ってみる？材料は何でもあるんでしょ。幸子が食べたいもの、私は何を作ろう。おはぎって、あのあんこの？私も大好き！おばあちゃんが昔よく作ってくれた。うん、だから幸子もお母さんに作ってもらったこととかあるんじゃないかなって。そうか、なるほどな。それにカレーの後だから甘いものが食べたくなってるかもしれないし。おや、早いですね。それでは幸子様にお召し上がりいただきましょう。何これ、おはぎ？うん、お料理っていうよりおやつだけどいいかなって。お、食べてる食べてる。甘い。え、そんなに？結構甘さ控えめにしといたはずなんだけど。甘いのはお前の考えだ。え？小さい頃おばあちゃんの家で山ほど食べさせられて、サチコはおはぎが大嫌い。え、そうなの？殺す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 。見るしか。よし、決めた。私、おにぎり作る。え？そんな簡単なものでいいのか？でも確かに、日本人で嫌いな人ってあんまり聞いたことないよね。具はいろいろ用意して、好きなものを選んでもらえばいいかなって。おにぎりって作った人のぬくもりみたいなものまで伝わるような気がするし。なるほど、うん、いいかもな。できました。おや、早いですね。それでは幸子様にお召し上がりいただきましょう。何これ、おにぎり？うん、子
っちから順番に、おかかに梅干し、鮭、昆布、シーチキンマヨ、変わり種でパイナップルとかチョコトリュフなんかもあるよ。はん、どうかな。一生懸命握ってみたんだけど、普通、なんていうか普通。どうせおにぎりなら握ってくれた人のぬくもりが伝わると思うのとか思ってたんだろう。バカにするな。貴様をおにぎりの具にしてやろうか。ごめんなさい。ダメか。他のものを試してみるしか。さすが幸子さん、一筋縄じゃいかないってわけね。そうだな。どうするナオミ。あと私が作れるものってお困りのようですね。浦部さん、で、どうしたのその傷。至宝の一品を作るための名誉の負傷とだけ言っておきましょう。だから大丈夫、そんなに悩む必要なんてもうないんです。え？私のこの至宝の一品で勝負はおしまいです。神の舌に届くと言われる幻のデザート。捕獲レベル80の一角足の涙から取れる一角砂糖と、グルメワールドの最上部にのみ生息する満開イチゴで作ったイチゴミルク。いいえ、これはもうイチゴミラクル。イチゴミラクル？出してもらえるってことは、幻の食材でも何でもありってことだったんだわ。あんなものを出されたら。これで勝利は私のもの。ついに私の願いが叶う時が来た。メインヒロインになるという願いが。もう死体役のジミ子とかおっぱいメガネなんて言わせないんだから。エミ、浦部さん、やっぱり気にしてたんだな。